はい、おはようございます。木戸です。6月20日、今8時39分です。はい、今日はこんな場所です。さあどこでしょうと、まあ、タイトルで分かってますけどね。福井県のですね、この2町になるかな、アスハ川に来ました。まあ有名な川ですね、ここも。はい、ここもいっぱい釣れる川で有名なんですけども、はい、まあまあ崩れがいまいち調子悪いんでね、こっち遊びに来ました。まあどうせね、今年はそのいろんな河川行って遊ぼうと思っとるんでね、いろんな川の情報というかあれもお楽しみいただければなと思って来ました。はい、でここ場所なんですけども、ちょっとごめんなさい、ポイント名僕わかんないんですけれども、アスハ発電所の前ですね、このまんまや崩落場所箇所があったところですね。まあこの区間はなんか釣り禁止らしいもんで釣りできないらしいんですけども、まあまあこの辺のね、上とか下ですね、下流なんか遊んでみようかと思います。もう水もこれ平水なんかな、平水以下なんかな、全然少ないですねやっぱり。はい、まあまあのんびりと泳がせ釣りで、釣るような河川なんで、まあ泳がせ釣りの下手くそな金蔵がどこまで通用するかっていうのもちょっとまた見てもらえればなとは思います。はい、まあね、まあダメだったらまあ移動です。はいはい。とりあえずね、今日も一日楽しみたいと思います。はいね、早速ね始めてみたいと思います。目の前のポイントから結構鮎見えるんでやってみようと思います。でもね、なんかね小さそうですね。ひたすら小さそうな感じはするんですけども、仕掛けはですねいつもと一緒です。はい、レレヨの複合針はね、針も今日もね、6.5 号のダブ町からスタートしたいと思います。こんだけあれやね、水の少ない河川なんで、河川というか場所なんでね、まあのんびり釣れるかなとは思います。静かに泳がして釣っとればずっと釣れるような雰囲気がありますね。ね、昨日アスア川もね、やっぱり天然遡上が多くてですね、型は小さいらしいです今年も。ただね、そのちゃんとね追うアユがおれば楽しめるかなとは思うんです。でもね、今ねちょっと何箇所か今ずっと見て回って、ここ、はい、ここにしたんですけども、あんまりねアユがぐちゃぐちゃにいるような感じには見えないし、かといってあの追い毛があってはんでるような感じには見えなかったんで、まあ群れはね結構いたんですけど、あ、かかった。でもね、こうやってかかりましたね。同サイズね。やっぱり同サイズだよね。下手するとね、のあゆがこう追ってくる姿を、まあ今あれですけど、追ってくる姿とかですね、泳いでる感じが見ながらこう釣れるっていうのは面白いですね。ちっちゃいな。なるべくあれかな、深いとこ荒いとこやってった方がいいかもしれんね。そういうとこにはもしかしたらそれなりのいいサイズのアユがおるかもしれないですね。泳がせ釣りって言ってもね、糸を縦にするっていうのがだけが泳がせ釣りとは限らんので、ね、やっぱ糸のおとりのテンションのかけ方とかですね、引き具合とかです。まあそれによってこうコントロール、泳ぐのをこうコントロールするのがまあ泳がせ釣りって言われる部類なんで、まあそれの中間みたいなやつが引き釣り泳がせみたいなものはあるんですけれども。僕はどちらかというとそちらに近いですね。こう糸を立てて、糸のおばせですね、つけ糸とかおばせで管理でこう泳がせるっていう釣りはあんまりしないですね。じゃあもちろんね、その追い毛があってバンバン追ってくるような川やったら泳がせるんですけどね。で、まあ、あと流れがないような場所、やっぱりもうちょっと水量のある下流の方行った方がいいんかもしれんね。これそのね、下の縁ね、結構いい色してましたね、縁の中。まあでも群れが磨いとる可能性があるんで。おお、かかった。じゃあひたすらこれかかかるやろうけど、これ打ってった方が早いけど、結局お前泳がせへんやねえかって言われそうですけど、そら足元からね18センチが入れがかりになればね泳がしてきますけどね、水量がないで。そんな感じで、おお、ちょっとマシ、ちょっとマシ、わかるんじゃない、ここわかりやすい、わかる感じするよ。こういうとこは一匹ぐらい俺おらんけ。おお、
もういいじゃんいいじゃんいいじゃん。オッケーオッケー。おお。ちょっと小さいな。入れかかりにはならんか。あわよくばここで入れかかりにならんかなと思ったんやけど、そんな甘くないね。わかった。ちっちゃいのかかったっぽい。多分。あ、そうでもなかった。まあまあや。わかった。おお。団子になってる。はい、そういうことでね、もう10時半過ぎたんですけども、釣れないことはないんですけども、いまいちパッとせんので移動しようと思います。はい。超過、移動前に超過だけの時にスカッチャーして、はい、こんだけということで、まあ、つぬけはしてないで程度ですね。はい。ね、状況的にはね、あのね、結構魚うまいこと散ってますわ。はい。かなり浅いところとかね、魚ははっきり言っていっぱいいます。はい。ぐちゃぐちゃにおる方じゃないけど、うまい具合にいっぱいおるんで、これ順調に育って石につくようになったらね、非常に面白い釣りができるんじゃないかなと思います。はい。ただね、今大きいやつばっかバレたら畜生と思って。とりあえずね、橋の下の下ですね、のせもちょっとやってみたんですけども、って感じでしたね。まあ、とりあえず移動します。はい、そういうことでね、もう12時回ったんですけども、結局ね、1時間以上うろうろしてね、いいところないなーって感じで迷ってました。で、やってきたのはこんな場所です。はい。結構下流っちゃ下流なんかな。あ、水量も多いですね。あの橋と、鉄橋、まだちょっとわからないので、後でちょっと調べて載せときます。はい。はい、その下流です。橋の上から見たらね、結構、トロバ群れですけども、大きいやつもいて、鮎は見えたんで、ちょっとやってみようかなと思って、石も明るいし、で、人はね、2人ぐらい今おったんですけども、今1人上がってったんで、1人だけですね。はい。でね、まあ、とりあえずね、今下のあの線やってもいいんですけども、気になるところ、僕、鉄橋のところの下の線ですね。あれがちょっと気になるんで、先に上行ってやってみようと思います。ダメやったらね、戻ってきて、この線やって。それでもダメやったらもう今日は終了ですね。はい。はい、そんな感じでね、また昼からね、頑張りたいと思います。はい、やろうかなと思います。今ね、上がってくるときにね、この鉄橋のね、下の、縁というか、背ですわね。ふかふか背っていうんですか。もうなかなかね、いい色しとったんですよ。釣れそうな雰囲気はありましたわ。はい。おとり入れてみな分からんけど、この背の中で結構縄張り持っとってくれたら、勝負早いんやけどね。いい感じには見えるけどね。で、逆かもしれんすけどね。昼からはちょっとチラシでやってみようと思います。もうとにかく、なんとか、かけたいなという思いですね。そんな甘くはないか、やっぱり。わかった。ちっちゃいかな。あ、バレた。マジか。マジか。こういうとこでかからんってことは、まだやっぱ石についてないんやろね。違うか。ちょっと上の背型のところやってみようか。鏡っぽいところですね。まあ、こんなとこはかからんとは思うけど。おお、いいやつ早乗る。結構ね、いいやつ晴れとるね。でね、ちょっとね、向こうのね、左岸側の分流というか、あれですね、あっちの方行ってみたいなと思ってます。こういうところでね、普通にかかればね、動画映えするんですけどね、目印も見やすいし、おお、かかってないか、今。針触ったんやな、今、針触ったんやな。でもね、本命じゃないね。かかりませんね。かかりそうないけどかかりませんね。今度はね、この後がですね、鉄橋の下ですね。いい感じに見えるでしょ。なんか石のね、色も悪くないんですよ。まあ、かかるかからんはまた話は別やけどね。やっぱガチャガチャしたところがいいんやろうね。上のあの専用区のところがいいような気がしますね。ということで、ここで釣れなかったら終わりということで、この線やってみようと思います。これは今日は激沈コースやな。こんなとこダダーンって来なあかんとこないけどな。かかったんじゃない。かかったよ。よいしょ。
この線独り占めなんやけどね。よっしゃ。あ、くっそー、マジかよ、もう。よっしゃ、今度はかかった。よし。よっしゃ。よいしょ。ね、今ね、これね、下バレね、今行ってきたんですけども、まあ、サイズいいやつは釣れたっす。単発ですけど。数釣れてないですけどね。下のね、結構ね、まあ、水深もあるし、押しも強いところでかかりました。まあ、カメラ回ってなかったで、しょうがないわけですけど。まあ、でも、そんなところでかかりました。単発でしたけどね。うん。ただね、続かんのですよね。それがちょっと気に入らんと。下のね、結構強いところ流れについとったんで、ここでもかかっても別に不思議じゃないんやけどね。ここはかからんのが気に入らんすね。お、かかった。バレた。バレた。これ、背で前面でかかったら面白いやろな。いいポイントなんやけど。まあ、ついてないで、こういうとこは群れ回ってくるまで無理やろね。回ってくるかどうかなんて保証はどこにもないしね。ワンチャン夕方にかけてもいいけどな。泳がせてもかかりませんか。結論、あ、長針の結論はちょっと出たね。一通り使って、かかった。やっとかかった。よいしょ。おお、その割にはちっちゃいな、やっぱり。おお、ちっちゃいよ、多分。あぶね。まあ、夕方やでね、入れがかりになってくれんかな。パタパタっと、どこにおったんやっていうぐらい。終わった。よっしゃ。よっしゃ。いやー、あれあれ、この辺しかかからんもんね。さっきもね、この辺しかかからんかったね、大きいのは。ちょっと我慢してみようか。本当はもう帰るつもりやったけど。こういう我慢の人に好きじゃないんだけどな。おう、よいしょ。あぶね、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 あぶね。おお、あ、バレた。マジかよ。はい、そういうことでね、もう3時半過ぎて、もう3時40分か、3時半になったのでやめます。あ、疲れた。もう乾杯ですわ、完全に。でね、上行ってね、やってみたんですけどもね、いいかなと思ったけど、あんまり釣れませんでした。はい、あんまりとか全然釣れませんでした。で、あの鉄橋の下の急性というか、深性というか、もうやったんですけども、かかりそうだけどかからんね。うん。で、この辺も結構アユは見えとるんやけど、石についてないって感じですね。全然釣れなかったっす。で、まあ、この波立ちずっとやってって、途中、浅いところやね、比較的浅いところはね、まあ、かかるんですけど、小さかったですね。で、さらに下に下がったところで、ちょっと深みになったところあるんですけども、そこやったらね、結構いいサイズ揃ったんですよね。はい。ただね、なかなか続かんって感じですね。で、釣ったアユもあんま元気ないしね。かかったやつはいいやつおったんですけどね。どうもパッとしません。この線2往復ぐらいしたんですけどもね。って感じでしたね。夕方になって、ほんで上がるかなと思ったけど、活性もなんか上がってこんしって感じで、どんどん僕のテンションは下がっていくと。はい、そんな感じです。ただね、多分これ、アユはちゃんとしっかりいます。で、大きいやつもちゃんと、いるんで、ね、しっかりね、これ石につくようになったらね、面白い釣り本当にできるんじゃないかなと思います。はい、まあ、またですね、リベンジする機会あったらリベンジしようとは思ってます。はい、はい、で、今日の釣果ですけども、